創業明治25年、出羽桜酒造。訪れたのは山形大学の鈴木さん。ここがお酒と酒粕に分ける工程、私は絞りと言いますけど、もうお酒の製造の最終工程になります。日本酒というのはですね、私たちの業界の言葉かもしれませんが、豊かな民族にはその国を代表するお酒があると。でそのお酒、国酒を見るとその民族が分かるって言葉があるんですが、やはり日本人は昔からですね、無駄なく全てのものを有効利用しようというのがもうお酒にも象徴されていて、お米を削るぬかからですね、そしてこの酒粕まで捨てるものが一切ないという素晴らしいところだと思います。最後の工程の酒粕も有効利用されて、わさび漬け屋さんとか海産物屋さんとか、あとは蔵王牛の飼料、肥料にもなるんですね。高橋畜産さんっていうところでこの酒粕を食べさせて、そうすると肉質が非常に良くなるということで、まあ酒粕もまた有効に利用されてですね、そしておに美味しいお肉になって皆様にも喜んでいただけると、好循環してるのかな。地域の中でそういった形でいろんなコラボなり循環がしていくといいのかなと思います。廃棄されてしまうことが多い酒粕ですが、もともと栄養分がたくさん含まれているため、その栄養分を有効活用して他の企業に提供することで循環型の社会が作られているのだと学びました。昔から酒造りは自然と循環型の社会が整っているのだと学びました。